さってことでね、やってきましたよ、東青山駅ね。ここはね、一応ね、三重県の津市らしいですね。あ、伊賀だと思ってた。津なんだね、ここ。隣の西青山とかね、榊原温泉口はね、結構いろいろ有名ですけど、とりあえずなんか電車が通過してくみたいだし、せっかくやから撮っときましょうか。この駅もね、この駅でね、いろいろ特徴的な構造はしてるんですよね。まあ、二面四線の対比駅って言えばそれまでなんですけど、まあ、見ての通りトンネルとトンネルに囲まれた、あ、ここから来るのは火の鳥じゃないですか。これいわゆる西青山のトンネルをずーっと抜けてきて、今ですからあのトンネルがガッと下ってきたところですよね。うん、ですからいいスピードでバンと行きますよ。かっこいいよね。でもそのまま先の トンネルに入っていくっていうね、まあ、トンネルとトンネル間になりますよってところですよね。あ、こっちはこっちへ。おダブル火の鳥。ちょうどこの駅あたりですれ違うんですね。あ、おいいですね、幸先いいですね。ということでね、東山駅、今ちらっと映ってたと思いますけどね、ありますね、駅のご案内。何、どこがある？岡目、青山、国定公園、まあ、これはもう要はこの辺りのことですよね。はい。で、花と緑の自然公園、東青山四季の里。なんや、すっごいメートル数が書いてあると思いきや、これ153,000平方メートルということで、面積が書いてあるんですね。なんのこっちやと思うかもしれませんけど、これです。まずこれを見ていきますからね。この今目の前に広がってるね、これ。これが四季の里っていうね、やつで。もう駅すぐなんです。直結でね、こんなスペースがある。これはね、結構、あの、火の鳥とか乗っててもね、電車で、沿線で、あれなんだろうって思った方いるかもしれませんから、ね、今日ね、見てきますよ。ちゃんと見てきますよ。ということでね。これがあるでしょ。あとは、青山トンネルね。これもなんか、5,652メートルって書いてあるんでね、えらい遠い先。5キロ先みたいになってますけど、これはね、あのトンネルですから、もうね、このトンネルが青山トンネルですかね。ちょっと配線がいっぱいでほとんどトンネルの姿が見えませんけど、うん、よし、これで OK ね。もうこれずっと抜けていった先に青山トンネルなんで、まあ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 、まあ、もう青山トンネルもこれで見れたいな。もう問題はここからですよ。布引き滝見台 3.1 キロで、丸山草原 6.1 キロ三角点、何三角点って 7.0 キロいや距離ありますねとりあえずどの辺りかも確認しながら、とりあえずね、東青山の駅をね、見ていこうと思いますよ、と、いうことで、とりあえず一回切りましょうか。とりあえず駅を置いていきましょう。って言っても、ここもここで面白いですけどね。そういえば、このホームは向こう場12なんですね。あれ、名古屋方面に入る、大阪線に入るとこうなるのかな。さっきまではこっち側が12だったんですけど、名古屋線側だと。ちなみに隣はね、榊原温泉口ってことでね、あ、温泉もありますからね、いいな、温泉、行きたいな、温泉。で、なぜかね、時刻表はこんなところに貼ったんですよね。まあまあまあ、本数ありますよね。うん。言うてまあ、本数ありますからね、ありがたい話でございます。
さあとりあえずじゃあね、青山高原の、やつも見えますし、行きましょうか。その前に撮っとかんだかも。さあ電車が行ってしまうと、もうはや3密の差の字もない素敵な環境になりますけど、何のぞかですね、まあ、いるのはトンボとちょっとした虫ちゃんぐらいでございますからね。でね、今までのね、経験を踏まえてですね、もうねメモ帳にね書いときましたからね、もうこれでね、あとはこれ消し込みしておくだけですから、とりあえず国定公園とかも見ましょう。もう青山トンネルも今見えましたからね、一応降りて見やすいところがあったらそこからも見ますけど、多分ねないはずなんで、もう山の中なんでね、このまま特に、周りに水とかもないはずなんで、とりあえず降りてね四季の里を目指そうと思いますよ。今日はいい天気です。今日は風も少ないしいいですね、絶好のハイキング日和。ちなみにこの駅はあれですね、バリアフリー、何それ美味しいのって感じではありますね。すごいな、天井高いな、なんか声がわーって響きますよね。オペラとか歌いたくなるようなね歌いませんけど。あ、ここは海岸なんだ。あれ待てよ、これなんだか足りるよな。うん、生産機ねえな。あ、危ない危ない、大丈夫よな。出場来た、お、ギリ、結構ギリギリ。あ、大丈夫だ、チャージはできる。よし、ちょっと帰り忘れないうちにちょっと今のうちにチャージやっときましょう。よいしょ。ちなみに四日市には22時13分まで入れるみたいですからね、まあまあ十分撮影時間もありますよと。そして鳥のさえずりが聞こえますな。いやいや平和平和。あれ入ってましたかね、なかなかないですよね、ホトトギスが、ウグイスがね、これでもかというぐらいにね、ほうほけきょってなくね、あの音をね、聞くことができるって素晴らしいですね。でこれがね、東山、四季の里なんですけど、実はね、ここはね、入園自体は無料です。ありがたい。で、5時までなんで先にここ寄っちゃいましょうね。もうね、今の時点で1時回ってるのかな。そうですね。13時15分ですから。あ、で、こっちの方にはシリーズ21もね、入ってくるんですね。いいですね。あれは伊勢中川行きかな、うん、あ、伊勢津川行きか。はい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 。これがあれですね、まさかに見かけたやつですね。そう、あそこやで。名古屋、四日市よりも実は通勤列車の意味では優遇されてる気がするっていうね、まさか。ね、なんですけど。で、ここはね、入園自体は無料ですね。これは無料で入れます。で、駐車場がね、有料らしいんです。ちょっと私もね、車で来たことないんで、どこにあるか知りませんけどね。いや、平和ですね。平和ですね。どうですか？上は飛行機雲が。あれは中部国際空港に行くやつでしょうかね。どうですか、こんな絵に描いたような平和なところもなかなかないでしょう。で、そう、最近ね、ちょっと、気づいたことがあります。駅舎を通らないのね、私。ちゃんとこういう風にしてね、撮っとかないとね、サムネイルにね、いつもね、さあ、いざ駅のね、サムネイルを作ろうと思ったら、あれ、駅前の写真がないって、いつもなってますからね。そう。で、こんな感じで、まあ、広い、園内でございますので、ちょっとじっくりと見ていきましょう。まあまあ、奥までありますからね。うん。あ、ちなみに、駅の構内にはトイレがないのかな？あ、一応あるわ。そこ、出たところ、入ったところに、こう、改札入ってすぐのところにありますね。ですが、一応この公園にもトイレがありますからね。
いや、ほんとほんと、いただいてくせいですよ。よいしょ。じゃあ見ていきましょう。今の時期やっぱ、ツツジでしたよね、これ。綺麗に咲いてますよね。さあ、他にお客さんいるのかな？なんか不思議なモニュメントが、あそこでもね、モニュメントありますけど。あ、鯉も泳いでますよ。ね、いいですね。で、この謎のオブジェクトがいろいろありますけど、説明書きあるんだな。ね、四季の里ね。よいしょ。塔が見えん。絶妙に塔が見えんけど。まあいいでしょう。ね。で、これは何なんでしょう。ABC 国際環境造形コンクール。この辺りから、朝日放送ってなってる辺りからもね、差し掛けますでしょう。大阪県なんですよね。ただここは通なんで、もしかしたらもう地デジになって、ひたすらここ ABC 見れないかもしれませんけど、微妙なエリアですよね。うん、そうそうそう。で、伊賀の方に行ったら確実に、ABC 今はもう見れるはずですよ。あの、今三重県は東海3県内ですからっていうので、いろんな、利益的な問題とかいろいろありまして、東海3県は地デジはもう、ね、東海県っていうね、言われたりですので、三重県もってなる予定だったんですけど、いやいや、もう ABC とかね、読売テレビとか、あっちの大阪の放送に慣れして親しんでますからね、伊賀の人は。ね、そんなん急に、はい、メーテルね、CBC って言われてもね、困るでっていうことになりましてね。何せ、あの、通勤で出かけたりするのは大阪ですからね、うん、それは大阪の情報の方が欲しいわけで。というわけで、確か、伊賀の方は、あの、ですから、両方見れるようなね、あの、お得なエリアになってるはずなんですよね。両方は見れないんだったっけな、大阪が見れるんだったっけな、なんか、うん、まあ、とりあえず、どちらにしろ見れるようになってるんですよ。うん。今もそのはずですよ。あら、いい感じで、列車が来ます。もう2両編成の列車がね、ポツンとやってきます。ちなみに、急行までは止まります。で、普通急行は止まりますけど、何でしたっけ、快速急行でしたっけ、通勤快速でしたっけ、は止まりません。通勤快速です。快速急行ですよね。は、止まりませんよっていう、ような、塩梅になっております。さあ、いや、オブジェクトの前を、二両編成でした。いい絵じゃないですか。ね、平和でしょ。ね、で、いや、心が現れる、現れる。これ無料ってのはありがたいですよね。ね、無料な分ね、で、近鉄さんがね、管理してるわけですから、それはね、近鉄電車でやってきてね、まあね、近鉄に運賃落としますからね、まあ、その分、ぜひ、あの、ちょっとお立ち寄りいただいてね、ちょっと休んでってくださいな、という近鉄さんの、ね、親心でございますよね。いやー、まあ、観光開発といえば、そうでもありますけど。ね。この辺りとかも面白いですよね。よいしょ。上まで登ってみたら、駅が一望できるんじゃないかな。言うて、通過列車が多いですけど、ね、あ、いいですね。こうまた特急リスタカーと伊勢志摩ライナーですよ。この画角で撮れるの楽しいですよね。これ一番上まで行ったらどうなんだろう。あ、滑り台とかありますよ。園内ではタコ開けは禁止ね。まあ確かにこんだけ広いとタコ開けたくなっちゃいそうになりますからね。いやいやいや。ねえ、上から見たらなんか、
ちょっとしたシミュレーターみたいな感じですよね。なんて言ったらいいの、なんか、A 列車で行こうみたいな。ねえ、素敵じゃないですか、オープンにね。山々が広がり、青山高原はこっちの方面ね、全体を指すはずですけど、まあまあこの辺りはいわゆる、山あいの、土地でございますんでね、三重県はね、何せこういった山あいの伊賀とかね、こっちの方に来たら、まあここは通なんで、正確に言うと伊勢なんですけど、とはいえね、もうこの感じになってくるとだいぶ伊賀っぽさも出てくるエリアになってます。山あいになってきますからね。うん、白山とかでもそうですよね。うん、まあまあまあ、もうこういうところは自由に預けそう。お、またなんか鳴ってますね。あれ、さっきこんな音鳴ってたっけ。これって駅構内の踏切の音ですけど、ここって構内に踏切とかありましたっけ。そういや、あれか、大使線に入ってくるのかな。あ、大使線に一番線ホームに入りそうな感じか。あ、そっか、それで鳴ってるのか。へえ、すごいですね。今のところノーカットにしますけど、このノーカットの感じで、このね、言っちゃなんですけど、ザ・ローカルな感じの駅にこれだけ電車が、ね、通過列車も当然多いですけどやってくるっていうのはね、なかなか近鉄さすが頼もしいなという感じですよね。で、この辺りは普通列車も通満運転なんですね。車掌さんが、ね、対応してますもんね。そう、私の列車も、まあ、上本町行きの急行でしたけどね、通満対応でございましたね。あ、これはで、また、この後ってことは、電車がやってくるわけですよね。いやー、でも、ね、何も、ね、調べずに、来てる割には、ここはね、もう知ってたんであれなんですけど、この後だってもう分かりませんよ。青山トンネル映ったら、向こう側から行ったら、青山トンネル見やすいかな。ちょっと青山トンネル映すだけ、映そうとしてみるだけしてみましょうか。あそこの上が一番高台ですけどね。